はい。今回は、なこなこチャンネルやっていきましょう。 こちらのカップルユーチューバーのなこなこチャンネル、たった3週間なのにですね、こちらの本気の遠距離がスタートしましたーってですね、こんな動画を公開したんですけども、まさかのですね、こちらの彼氏がですね、彼女のパスポートに手紙を書いてしまうというですね、なんともなんとも頭の悪いことをしてしまいまして、話題になっていますので、紹介していきたいと思います。ちなみにですね、パスポートへの手紙やメモというのは、外務省からやるなというふうにですね、注意 関係がされておりまして、過去には入国拒否になっている人もいるそうです。えー、遠距離だ、手紙だ、行ってらっしゃいからのですね。入国拒否、帰ってきました。はい、遠距離終了っていうですね、えー。ここまでがストーリーなのかもしれません。えー、常識がなさすぎるバカップル YouTuber の爆誕ですっていうですね <laughs>、まあ。まこれぐらいいいじゃんっていうふうにですね思う方もいらっしゃるでしょう。 でもですね、こちらの方が指摘されていますけども、免許書の裏とかですね、空いてるからって手紙とかメモ書かないじゃないですか。いや、まさにこれなんですよ。パスポートにいらんこと書こうとするの頭悪すぎんかなんとなく感覚的にこういうのに書き込みしたらあかんやろうなってわかるよな。 免許証とか保険証に落書きするかっていうふうにですね、まあこういうコメントをされてる方がいらっしゃるんですけども、やっぱりですね、こういう裏が空いてるからって言って落書きするのはですね、小学生までだと思うんですよ。いい悪いの判断がなく、もうどこに、どこにでも落書きしてしまうっていうですね、まさに小学生なわけですよね。え本当にひどいバカップル YouTuber 爆誕っていうのでですねえ、ちょっとやっていきたいと思いますえ。こちらちょっといいねしておきたいと思います。 で、実際の動画がこちらです。こちら、彼氏の方がですね、手紙書いててんつってですね、えー、頭悪すぎてですね、この彼女、びっくりしてですね、泣いてしまっています。え、私、入国拒否されちゃうじゃんつってですね <laughs>。何してくれてんのあんたーつってですね、やばーこいつえー、ここまで頭悪いと思わなかったよーっていうですね、えー、そういう涙でしょうかね。 え、これ演出的には感動の涙のようにも見えたんですけども、きっとですね、これはですね、こいつアホなことをするなーっていうですね、いや、そんな涙だったんじゃないかなっていうふうに思います。もう一般常識を身につけた彼女であればですね、きっと怒りとショックの涙のはずです。<laughs> 感動の涙ではないはずです。で、この手紙の内容も見てみますと、 えこちらですね、3週間の遠距離、俺の生活の不安よりも、ナゴミ、彼女の安全の心配の方が強いけど、ミラノ、パリ、頑張って、今後、ナゴミがさらにえモデルとして進化していくのがめっちゃ楽しめっていう風にですねえ、こんな手紙が書かれています。えー、あのー、要するにですね、えー、主に仕事でミラノとパリに3週間行くわけなんですよ。これ 遠距離ですか <laughs> これ遠距離本気の遠距離がスタートしましたーっつってですね。いや、それ、本気の遠距離かっていうですね。いや、ちょっと長い海外出張、海外旅行みたいなもんだろうっていうふうに思いますよね。いや、確かに距離は遠いんですよ。距離遠いけど、いや、それ、ただの海外出張じゃんっていうですね。<laughs> いやー、え、それ遠距離って言うのかなーっていうですね。まあ、このあたりからもですね、ちょっと、やばさが伝わってきます。で、これですね、コメント欄を見てもですね、失笑の嵐です。えー、こちらですねで、動画を見に来たんじゃなくてですね、コメント欄だけ見に来たぞーっつってですね。<laughs> どうせこんなこと、こんなやばいことしてるからコメント欄荒れてるだろうっていうですね。あ、そうだ、これ、評価数もですね、これ、低評価1万、えー、高評価6600っていうのでですね、もう圧倒的に低評価の方が多い状況となっています。 まあみんなホアホなことすんじゃねえっ,ってですね低評価を押しまくってるわけですよねでこちらの方もですねえパスポートに文字を書くことでガチの遠距離に挑むの本気度が違うバカって本当に何するか分からなくて怖いっていうですね <laughs> まさかこんなことすると思わなかったわーっていうですね、えー、そういう涙なのかもしれないですからね。 え男がアホすぎて女が泣いてる説マジで吹いたってですね <laughs> 感動じゃないぞつってですねアホすぎて泣いてるだけだっていうふうに言われてますね日本のパスポートって世界的にも本当に信頼度高くてそれは先人がめちゃくちゃ頑張ってくれた結果なのにこんな非常識なことするのやめてほしい慌ててツイッターの投稿を削除してたけど何の意味もない パスポートに自家書きなんて本当にありえないっていうふうにですね、こんなコメントをされてる方もいらっしゃいました。なんかですね、これ手紙渡したぞーってですね、偉そうになんかツイッターで投稿してたみたいなんですけども、いやー、これですね、バカをこう披露するだけだからやめた方がいいと思うんですけどね <laughs>。見事にそのツイッターはですね、削除したみたいですけど、えー、YouTube はですね、えー、きちんと残されているようです。 ま、これだけバカなことしたわけなので、普段の動画に比べるとですね、めちゃくちゃ再生されてるわけですよね。もういつもの3倍ぐらいは再生されてるわけですよ。いや、だからですね、これ稼ぎになるから、う w i t t e r は削除してもですね、さすがに動画は削除できなかったんじゃないかなとっていうふうに思いますね。はーい。 でこちらですね、実際にえ外務省のホームページも見ていきたいと思いますけども、きちんとですね、このパスポートのページにですね、えー、パスポートの保管、使用に関する注意事項というのでですね、注意事項が書かれていますと、でこちらですね、パスポートの所持人記入欄以外には何も書かないでくださいというふうにですね、しっかり書かれてますよね、えー。パスポートの中で所持人が記載することのできるページは、所持人記入欄だけです。3ページ以降、数字が印刷されているページには、 渡航先、追記、または、詐称と書かれていますが、これらのページは、旅券事務所や各国が使用するものであり、例えば、渡航先のページは、渡航先が限定される場合に、旅券事務所が必要な事項を記載するところです。また、所持人気入欄の一つ前のページも、 国が注意書き等に使用するスペースですので、何も記載しないでくださいっていう風にですね、このように書かれていまして、もうパスポートが何のためにあるのかっていうのが分かってないわけですよね。入国した時に相手側の国でですね、入国した国で、まあ、書かないといけないことがあったり、スタンプを押したりしないといけないわけなので、まあ、そういう時のために使うページなのに、いや、お前らの手紙書くスペースじゃねえんだよ。メモ帳じゃねえんだよっていうですね、こういうのがきちんと注意書きとして書かれてるわけですよね。いや、それぐらい分かるだろう。 っていうふうに思いますけどもこれぐらいやっぱり注意書きを書かないとですねバカはメモを書いてしまうわけですよねで、この渡航先ページに過去の所持人の渡航歴を記載していたために外国での入国が拒否される可能性が高いとして飛行機への搭乗を拒否された拒否された例が実際にありますまたパスポートに落書きをしてしまったために外国での入国が拒否された例もあります旅券発給当局が必要な記載をしたり 各国が出入国証院や詐称、ビザの添付に使用するページをメモ用紙のように用いて書き込みをしますとビザ申請時にトラブルになったり外国での入国が拒否されるのみならず 日本からの出国もで,できなくなる場合もありますので、これらのページには何も書かないでくださいっていうふうにですね、このように書かれております。いやー、これ、入管の人もびっくりでしょうね。えー、これ、入国の審査しようと思ってですね、パスポート見たらですね、なんか、変な、変なメモが書かれてるぞつって <laughs>。日本語だからわからないけど、なんだこれはつってですね。いやー、なんか書かれてる、これ日本語がわからないからこそですね、余計こいつやばいんじゃないかっていうふうに思われるわけですよね。 なんでこいつはこういう文字を書いているんだ、こういう文章を書いているんだっていうふうにですね、余計に怪しまれてしまうわけなので、いやー、損しかしないと思いますよ。 こういう注意事項っていうのはですね、1ページだけではなくてですね、この QA、QA という形式でもですね、書かれていまして、メモ,メモなど書き込みをしたらダメですかっていうですね、こういう質問があるみたいなんですけども、書き込みはしないようにお願いしますってですね、ここでも書かれてるんですよね。だからよっぽどですね、こういう、まあメモとか書く人が多いんでしょうね。でパスポートは日本政府がそのパスポート所持者が、えー、日本人であることや、 氏名、生年月日など、証明する国際的身分証明書であり、また、外国において、万が一何かが起こった時に、その国の政府に対して、パスポート所持者に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。もうメモ帳じゃありませんと、ラブレターじゃねえぞと。<laughs> ラブレターじゃねえぞと。外国に渡航される際、入国を認めるか否かは、その国の入国管理当局の判断になります。 パスポート発給当局が必要な記載をしたり各国の出入国管理当局が出入国商品やビザの添付に使用するページをパスポート所持人がメモ用紙のように用いて書き込みをしますとビザ申請時や入国審査時にトラブルになることがありますのでお控えくださいっていう風うにですねきちんと書かれてますよねまあ、本当にですねこれだけ注意事項をきちんと書かないとですね落書きしてしまうバカが本当にたくさんいるっていうことなんですよね でこちらですね、外務省のホームページ以外にもでさまざまなホームページで同様の注意喚起がされていまして例えばですね、こちら、えー、福岡県庁のホームページでもですね、えー、書かれていましてパスポートに落書きをしたらどうなるかっていうですね、こういういページがありまして有効なパスポートを損傷、汚れた、破れた、選択した詐称欄等に落書きがなされている <laughs> などした場合そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給申請をしていただくことになりますという風にですねこのように 書かれてていましてもうパスポートででですすすねねねり直せっていうようなです、ね、こういううううううよよなこことを言う自治体ももあるわけですよ、ね、もうきちんとパスポート取り直せと外国行ってる場合じゃねえぞと <laughs> ミラノとパリ行く前にまずパスポートちょっともう取り直せっていうふうにです、ね、こういう注意事項を書いてくださってる方もいるわけですよねもう遠距離してる場合じゃねえぞと遠距離してる暇あったらパスポート取りに行けっていうですねもうこういう状況になってるんですよね。 いや、こういうようにですね、様々なホームページで、いや、書かれてるわけですよね。出入国できなくなりますよ、とかって、この大使館とかでも書いてあるのに、いや、本当なんか、頭が悪いって本当に、すごいですよね。ここまで頭悪いの、やつがいるのかって、本当信じられないことをする人が、いや、稀にいますよね、やっぱり。 外務省のホームページですとか、様々なホームページで、このように注意喚起と、まあ、実際にですね、入国拒否がされた、そんな人のお話が書いてあったりするんですけども、まあ、こちらの方もですね、X 上にもですね、実際に怒られている人がですね、いた、そんな現場に遭遇された方がいらっしゃいます。35年前に成田で日本人男性が入国管理の方に月光されていたのを思い出しました。メモ帳代わりにしてはダメに決まってるだろう。 書いてもいいのは一番後ろの住所のページだけだ。大学生にもなって恥ずかしくないのかのようなことを怒鳴っていて、関係ない私までビビった思い出があります。って言うんですね。<laughs> 大学生にもなって恥ずかしくないのかつってですね。もう大学以上の年になってるはずなんですけども。っていうですね。いやー、大人になっても恥ずかしくないのかーっていうですね。いやー、バカップルだから仕方ないんですよ。というですね。こういうお話なのかもしれないですよね。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。いやー 本当、入管とかもびっくりですよ。うわー、なんか、ドキュンが来たわー、みたいな <laughs>。ドキュン来たぞーっ,つってですね、来たーっていうふうになりますよね、普通。いや、こういう日本人がいるとですね、他の日本人までやばいやつ扱いされますし、審査が厳しくなるので、マジでこういうですね、ドキュンみたいなやつらって、日本から出ないでほしいですよね。 ただですね、こんな可能性もあるかもしれません。えー、緊急動画、入国を拒否されました。までが折り込み済みのネタっていう風にですね、えー、こんなポストをされてる方がいらっしゃいました。えー、3週間も遠距離ですと言いつつですね、えー、即緊急帰国っていうですね、バカップル2人が涙を流しながら、えー、抱き合うっていうですね、無感動ポルノ、えー、その動画がですね、次出てくるんじゃないかっていう <laughs>。ここまで折り込み済みのネタなのかもしれないというですね、こんなことをおっしゃってる方もいらっしゃいました。 ユーチューバーらしいネタをですね。今仕込んでる最中なのかもしれないですね。はーい、えー、こちらもですね。いいね。しておきたいと思います。はーい。えー、皆さんですね。今回えー、バカップルユーチューバーがですね。常識もわからず、パスポートに落書きをしてしまってですね。もう場合によってはこれ入国拒否されるんじゃないかと、えー、それしてですね。これ帰国できない可能性もあるんじゃないかっていう <laughs>。 <laughs> こんな状況になってるわけですけども皆さんですねこのような常識がわからないバカップル YouTuber についてどのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね是非コメント欄でコメントいただけると 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら、X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。